昨日とんでもないトラブルが発生してしまった東海道線。動画にも出させていただいた通り、本来入るはずのない貨物線の線路に誤って侵入してしまい、戻ることができなくなってしまったため、指令の承認を得た上で横須賀線貨物線経由で運転を行いました。その関係で藤沢駅の次は武蔵小杉なんというとんでもない列車が運転されております。本日ですね、東海道線で同じく信号故障がありました。実は昨日のトラブルも信号故障が原因の一つだというふうに新しい情報が入っております。本日は15時15分頃ですが、川崎駅で信号故障が発生いたしました。その影響で東海道線は東京熱海駅間の上下線で順次運転見合わせとなりました。最終的に運転再開したのは確か16時45分頃だったと思います。約1時間30分にわたって東海道線は運転見合わせとなりました。しかし大きな乱れを出さないための対策として、昨日ご侵入した貨物線の一部を使った上で、川崎駅に止まらずに武蔵小杉に臨時停車するという特別な東海道線が本日運転されました。今日は誤って侵入ではなく、あらかじめ計画しての武蔵小杉への停車、横須賀線経由での運転という形になりました。実はここ最近東海道線の川崎駅とかで何かがあった場合、要は品川、川崎、横浜の間の区間で何かあった場合には横須賀線の線路を借りて運転することがあります。本日はそれを行いました。詳しくこの後お伝えいたします。では本日もよろしくお願いします。幸か不幸か、横須賀線と東海道線は大船駅、横浜駅、そして品川駅の間で一部区間を除いて並行して走っております。本日は東海道線川崎駅で停電による信号トラブルが発生しました。発生したのは15時15分頃です。とっさの判断で横須賀線経由で東海道線の車両を運転しました。横須賀線経由ですので川崎駅には停車をせず、経由をせずに武蔵小杉を通って、その次の停車駅が品川、そして東海道線の新橋、東海道線の東京駅に到着するという形でした。ダイヤは乱れていたので高崎線や宇都宮線との直通運転は中止し、東京駅での折り返し運転という形になりました。これをやったことで東海道線は運転再開後そこまで大きな遅れ乱れがなく運転することができたんだと思います。しかしこれにはちょっとした問題点がありました。そうです、普段横須賀線の線路というのは湘南新宿ライン、渋谷新宿方面に向かう電車も、走っております。車両が全く一緒なんですよね。もちろん側面の行き先表示には東海道線東京とか、横須賀線東京とかそういう表示は出るんですけども、しっかりそれを確認しないと東海道線ホームに着く電車と新宿品川、新宿渋谷方面に行く電車と、東海道線の東京駅方面に向かう電車と、ちょっと見分けがつかなかったりする場合があることと、あとはですね、通常より多くの列車が横須賀線の線路を使いますので、どうしても列車渋滞が発生してしまいます。そうなると実は横須賀線のダイヤが本日大きく乱れてしまう原因の一つとなりました。特に武蔵小杉駅は横須賀線の他に、本日臨時で経由を変更して運転した東海道線、そして湘南新宿ライン、ここ最近ですと相鉄線の直通電車、埼京線の車両ですね、そちらも運転されております。その関係で間隔がかなり詰まっておりまして、列車に遅れが生じるという事態になってしまいました。
夕方にですね運行情報をアプリで見たんですけれども、一見関係なさそうな成田線とか鹿島線とかそのあたりもダイヤが乱れておりました。これが一体どういうことかと言いますと、東海道線の車両が横須賀線の線路を使ったことで横須賀総武快速線に遅れが発給しました。その横須賀総武快速線は成田空港方面や夕方のラッシュ時ですと鹿島神宮方面に向かう電車もあります。そして外房線や内房線への直通電車もあります。その関係で房総の各線にも遅れが発給してしまいました。内房線、外房線、総武本線、成田線、そして横須賀線、総武快速線、東海道線、そして常磐線にも遅れが発給し、高崎線、宇都宮線の一部電車も遅れが出ると、そういう事態になってしまいました。そして川崎駅の信号トラブル、実はですね南武線も影響しております。でほとんど同じ時間帯に京浜東北線では人身事故がありまして、京浜東北根岸線と横浜線にも遅れが発生しておりました。ということで首都圏の各線が結構すごい状態になってしまいました。まあ、とっさに他の路線の線路を使うというのは JR 東日本だからこそできることなんですが、ラッシュ時にそれをやってしまうとちょっとですね、本来は遅れるはずない路線が遅れてしまったりということもあるので、まあ、今後はどうでしょうね、まあ、控えるというか、タイミングを見る必要はあるのかなというふうに思いました。皆さんはどうお考えでしょうか。ぜひコメント欄にお寄せください。この動画役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。本日も緊急動画ご視聴ご乗車ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to saving you again.